青枯れ病菌とは、青枯れ病の病原細菌のこと。学名ロウルストニアソランシレム。かつてはプソイドモナスに属していたが、1996年に現在の属に変更された。宿主範囲は広く、ナスカ植物や生姜、バナナなど200種以上の植物に感染する。根の傷などから、植物体内に侵入後、遺管束内で増殖し、細胞外た頭を大量生産して、 たばの通水をを悪化させ植物を腰にいたらしめる青枯病菌自体は乾燥に弱く酸やアルカリなどで容易に死滅するが水の中で何年も安定して生産する性質があり薬剤による土壌消毒を行っても地下深くに生産し適当な作物が植えられる土地上部に登って再び青枯病を発生させるこのため 傍女の非常に困難な病害として知られる。青枯病は摂氏25度以上で激発し、それ以下に気温が低くなるとしおれていた植物体も回復することがある。培養した青枯病菌を摂氏10度以下で保存すると菌が死んでしまい、培養できなくなることがある。このため培養したシャーレは摂氏15度で保存することが望ましい。青枯病菌の培養には、 CPG 培地か、視認性を高めるために、テトラゾリウムレッドを加える。青カレー病菌はこれらの培地上で、細胞外多頭を大量産生し、流動性の高いコロニーを形成する。テトラゾリウムレッドを加えた TTC 培地上では、特徴的な渦巻き状の赤い発色をするコロニーが形成される。病原性を喪失した変異株が容易に発生し、 そのコロニーの流動性は低く、コロニー形成早期から濃い赤発色をすることで、病原性の高いものと区別することができる。土壌や植物体など雑菌が含まれるサンプルカラーを、枯れ病菌を選択的に分離するには、腹、おの選択媒置を用いる。コロニーの流動性が高く、赤い発色の模様が実体顕微鏡などで観察した場合に渦巻き状で、 あることが青枯れ病菌の特徴である。腹、小野洗濯倍値は優れた洗濯性を示すが、土壌から青枯れ病菌を分離するには10の4乗。CF、G 以上の菌密度で生息している必要があり、それ以下の菌密度だと検出は難しい。青枯れ病菌の保存には水保存が適している。青枯れ病菌の菌体を1発菌のみ書き取り、 1 0 0トルの滅菌水に見学して、室温で保存する。この際、15摂氏32度で保存するのが望ましく、摂氏10度以下の低温に一定期間さらすと青、枯れ病菌は培養できなくなることが多い。青枯れ病菌は、容易に変異して、病原性を失うため、時折トマトなど利病性の植物に摂取し、枯死した株から、強病原性の青枯れ病菌を再分離することが、 望ましい。筋密度が低く腹、小野選択培地による希釈平板培地では、検出が難しい場合は、腹、小野選択培地から寒天を抜いた液体培地で雑巾法を行うと良い。トマトなど植物体から腹、小野選択培地で青枯れ病菌を分離しようとすると、青枯れ病菌の変異株に告示した濃い赤発色のしまったコロニーが検出されることが多い。 従来、これらのコロニーは、青枯れ病菌の変異株だとみなされていたが、実際には、同族一種の R ピケティや R マナタラリティカなどで、あることが多い。青枯れ病菌は、水中や土壌中など、水分の含まれる環境下では長く生産するが乾燥に弱いことが、経験的に知られている。しかし土壌中では乾燥しても耐久性が高く、 このため補助には靴や農器具に付着した土壌の持ち込みに十分注意する必要がある。江戸時代の農書、続きものには塩水や海水が青枯れ病に効果があるとの記述がある。篠原による検討では3.5%の食塩水で青枯れ病菌は検出されなくなることが分かっている。しかしトマトなどの作物が 生育可能な塩分濃度は0.14%であり、土壌に海水をまくなどの対策は現実的ではなく、溶液栽培の装置の消毒などに適応が限られると思われる。青レれ病菌はその病原性遺伝子群をクオラム、センシングというメカニズムで制御している。病原性遺伝子群の制御に関わるクオルモンとして、3オーパメを利用する。 サンオーパメを分解する酵素を青枯れ病菌に、強すると青枯れ病菌は細胞がいた痘を大量産生できなくなることが知られている。ありがとうございます。